素敵な衣装、ありがとうございます。この衣装が誰よりも似合うアイドルになれるよう頑張ります。お待たせしました、浅草到着です。雷門が立派ですね。なんて、ちゃんと案内できてましたか？リハーサルに付き合ってくれてありがとうございます。プロデューサーと街歩き新鮮でした。本番も今みたいにできるといいんですけど、不安なのでそばで見ててもらえると嬉しいです。ひらひらと舞うように私のステージ、皆さんの心に届かせてみせます。ああプロデューサー、はい、サイズはぴったりです。素晴らしい衣装ありがとうございます。それで、その…この衣装にあしらわれた模様なんですけど、これ、もしかして…やっぱり…本当に…ありがとうございます。とっても素敵。あの着物を着た時は浅草で観光案内のお仕事をしたんですよね。覚えていますか？はい、アイドルになってすぐのお仕事でしたから、何を聞かれても完璧に答えなきゃって、パンフレットを必死に読み込んで予習して、絶対に成功させなくちゃって緊張していました。今思うとはちょっと硬すぎたかも。そうですね、あの時はこんな風に笑えるなんて思いもしなかったです。プロデューサー、私これからもたくさんお仕事をしていい思い出を増やしたいです。これからも積み重ねられるといいな、この衣装とプロデューサーと一緒に。プロデューサー、これからのプロデュースよろしくお願いしますね。あ、プロデューサー、その、はい、ちょっとだけプレッシャーが。和風のステージと衣装でいつもと雰囲気が違うせいでしょうか。それはもちろんそうなんですけど、でもやっぱりいろいろと考えてしまって、和風のステージ、そして着物に見立てた衣装、これは日本を象徴するようなものですから、それを私が務めることで果たして日本の歴史や文化を伝えられるのかどうか。すみません、アイドルとしてはそれだけじゃダメだってことは分かっているつもりなんですけど、
でも私がしっかりしないと日本の文化に泥を塗ってしまうんじゃないかって。私ですか？そうなんですね。確かに今日まで積み重ねた練習は誰にも負けないつもりです。プロデューサー、わかりました。私精一杯やってみます。そしてお客さんたちに笑顔になってもらいます。